シチリア万頭戦争は1282年のシャルル・ダンジューに対するシチリアの番頭に始まり1302年のカルタベロッタノア兵で終わった中世ヨーロッパの戦争争いはローマ教皇より支援を受けたアンジュ家の多い請求者であるシャルル・ダンジューとその息子シャルル2世フランスのフィリップ3世大胆王並びにその関係者と ペドロ三世代をはじめとするアラゴン王家との間でシチリア、カタルーニャ並びに地中海を舞台にして繰り広げられた。シチリアは12世紀初頭にルッチェーロ2世がイタリア本土の豪族を撃破し、ローマ教皇からシチリア王位を授けられて以来、南イタリア王も含んだシチリア王国の一部を成していた。その統治は神聖ローマ皇帝を兼ねたフェデリーコによって、 引き継がれたものの、その諸子であるマンフレーディは1266年に、アンジュー・ハクシャルル率いるフランスの侵略を受けて追われた。フランス人による統治はすぐに、抑圧的で残酷な要素を帯びるようになった。復活最後の月曜日である1282年3月30日、パレルモ郊外に位置する、精霊教会にて、夕べの祈りの際に、シチリア人女性が、 フランス人男性から嫌がらせを受けた。嫌がらせの内実がいかなるものだったのか、そのシチリア人女性とフランス人男性が誰だったかについては報告によって異なる。このたった一つの出来事がきっかけで、その後6週間にわたって続くことになる4000人にも上るフランス人大量虐殺に至った。この惨劇はシチリア国王となっていたシャルル・ダンジューとその配下の フランス人による現地のシチリア人に対する逆性の産物であった。わずかに数人の役人がその目立った前世により命を救われ、シャルルはメッシーナを維持することができた。しかし、強行大リオルレアンのエルベールの外交上の失敗により、4月28日にメッシーナで反乱が起きた。エルベールはマテグリホンの城に退き、 港に繋がれていた十字軍の艦隊は焼き払われた。アラゴンのペドロ三世大王は自身の非コンスタンサの権利を通してマンフレーディの後継者でありイタリアの医師であるジョバンニがプロチーダがその代理人として行動していた。ジョバンニはマンフレーディに対して忠実に仕えておりタリアコッツォの戦いでシャルルの支配が確定するとアラゴンに亡命した。 ジョバンニは、シチリアへ赴くと、ペドロが有利になるよう不満を煽り立て、それからコンスタンティノープルに赴いて、東ローマ帝国の皇帝ミカエル八世、パレオロゴスからの支援の確約を取り付けた。ミカエル八世は、ローマ教皇の許可なしで、ペドロを支援することに対して、拒否を示したことから、ジョバンニは、ローマに赴いて、シャルルがメッツォジョールノで対等することを恐れる教皇。 ニコラウス3世からの同意を得た。序盤にはそれからバルセロナに戻ったが、ニコラウス3世は、間もなく死去し、フランス人で、シャルルの同盟者であったシモンド・ブリオンがマルティヌス4世として、新教皇となった。トラーパニに上陸するアラゴン国王、ペドロ3世。万党事件の後、シチリア人はすぐに、ペドロ3世の元に赴いて統治権を譲渡した。 ペドロ自らが指揮を執るアラゴン海軍は現在のアルジェリア東部に位置するコンロに上陸し、その元にはシチリア人からの施設が送られてきた。ペドロはシチリア王位に就くよう要請され、これを受け入れた。この時、教皇マルティヌス4世はシチリア人共同体を援助することを拒否し、シチリア人反乱者は北イタリアの皇帝派ともども、教皇によって破門された。 十字軍への望みを捨てたシャルルは、カラブリアにおいて、自軍をかき集め、メッシーナ付近に上陸して、行為を開始した。万刀事件から4ヶ月後に当たる1282年8月30日、ペドロがトラーパニに上陸して即座に、パレルモへ進軍し、9月4日に、シチリア人からの真珠の誓いを受けてその古くからの特権を認めた。わずかに、パレルモ大教の不在が、 の妨げになっったただけであったシャルルはすでにメッシーナを包囲していたが、この時アラゴン軍は初めて彼と出会っている。10月末までにシャルルはシチリア島を立ち抜くことを余儀なくされ、それ以来支配権はイタリア半島本土に限定されることとなった。11月18日にマルティノス4世はペドロを破門し、その王位を剥奪した。ペドロ3世は 自身の優位を強調し、1283年2月までにカラブリア海岸線の大部分を掌握した。絶望的感情に陥ったシャルルは、ペドロのもとに手紙を送って一騎打ちによる紛争の解決を求めた。ペドロはこれを承諾し、シャルルはフランスに帰国して、決闘の同意を取り付けた。両王は6人の騎士をり抜いて、決闘の場所と日付を取り付けた。決闘は、 ボルドーにて1月1日に行われることとなった。双方とも200人の騎士が同行し、イングランド国王エドワード一世が審判役を務めることとなったが、エドワードは強行に注意して、決闘に関わりを持つことを拒絶している。ペドロはジョバンニがプロチーダを自身の代理としてシチリアに残し、アラゴン経由でボルドーへ戻ったが、その際に、 フランスによる待ち伏せの疑いを避けるため、変装して、道都市に入場している。ペドロには、護衛がいなかったので、非常に危険な状態で、アラゴンに帰った。ペドロとシャルルが決闘による決着を追い求めている間に、カタルーニャの海軍提督である、ルッチェーロ・ディナウニアは、ペドロの代理として、イタリアで戦闘を継続していた。ルッチェーロは、カラブリア海岸沿いを略奪して、 その巨大な海軍の存在感を維持し続けた。シャルル一世は、ボルドーを去って、プロバンス白領に赴き、同地から艦隊を、当時のイタリアにおける、自身の王国の首都かつ、王朝の支柱となるナポリへ派遣した。ルッチェーロはマルタを占領し、同等近くのマルタの戦いで、アンジューハクイコール、プロバンス白艦隊を撃破した。それから、ナポリ郊外において、 シャルル一世の息子で、王位継承者である、サレルノコをシャルルと引き分けている。ルッチェーロは、完全に遠用に進路を取って、ナポリ湾の海戦で、安住海軍をカンプなきまでに破壊した。ルッチェーロは、メッシーナにおいて、サレルノコを捕虜とし、四十二の艦船を打破している。シャルル一世はこの時、イタリアに到着していたが、それからすぐ後の1285年に死去した。 シャルル一世の後継者であるサレルノ公は旅衆のみであり、他方ペドロ三世もアラゴン十字軍という新たな脅威に対処しなければならなくなったことから、イタリアにおける争いは両陣営の主導者が不在のまま継続することとなった。1284年にマルティノス四世は、シャルル一世のオイフィリップ三世大胆王の四男、バロア・ハクシャルルにアラゴン王国を授けた。 この教皇が前任した戦争、すなわち十字軍のことを歴史家の H.J. チェイターは、ことによると、カペー家の王権によって企てられた最も不正かつ、不必要、そして悲惨な目論みであると叙述している。ルッチェーロが未だ、ペドロ三世が獲得したシチリアをかっこたるものにしていた頃、ペドロ自身は、シャルル一世と決闘するために密かにフランスに入ったものの、 失敗したことからアラゴンに帰国し、シャルルの方は再びイタリアに入って同地で死去している。ペドロ3世はフランスがアラゴン侵攻を準備していた間、自国の不安な情勢に対処していた。ペドロはアルバラシンを反逆貴族フ安ンヌニエス1世でララから脱回し、カスティーリアの三蝶4世ユーカモと新たに同盟し、 フィリップ3世の次男のナバラ国王フィリップによる正面攻撃を防ぐのを試みるため、トゥデラを攻撃した。1283年に、ペドロ3世の弟である、マヨルカ国王ジャウメ2世は、フランス側に加勢して、そのモンペリエ全土の領有権を認めて、バレアレス諸島及び、ルサリオを自由に航行できるようにした。同時に、ジャウメ二世は、ルサリ白領を継承していったことから、 フランスとアラゴンの間に立っていたのである。ペドロ3世は、ジャウメ2世が若いという理由で、その継承に反対したことから、この種の十字軍という形での対抗という天末を迎えることになった。1284年に、フィリップ3世、バロア博親子率いる最初の十字軍がルシオンに入った。その内訳は、1万6千人の騎兵、1万7千人の土球兵、 10万人の不評、及び南フランス港の100層の艦船であった。フランス軍が、ジャウメ2世を支援したにもかかわらず、現地民はその軍に対して、反旗を翻した。エルヌは、ルシオンの死政児と呼ばれたヌノサンチェスの処置によって、果敢に守り抜かれたものの、最終的には屈服し、制度は焼き払われて、フランス軍は優位性を保ち続けた。 1285年にフィリップ自らが自老な方囲を試みて残豪を巡らした。当都市は頑強に抵抗したにもかかわらず攻め落とされた。バロア博はこの地で王冠抜きでの退官を取り行った。フランス軍はすぐに退却したが、ルッチェーロの手によってイタリア戦域の戦闘に巻き込まれる羽目となった。フォルミゲスの戦いでフランス艦隊は敗北し、 艦船は破壊された。その上、フランス軍の陣営はセキルに襲われ、フィリップ3世自らが感染した。フランス王位継承者である、ナバラ王フィリップは、一族が、ピレネー山脈を自由に通行できるよう、ペドロ3世との交渉を開始した。しかし、フランス軍は通行の申し出を受けなかったことから、コルデパニサルスの戦いでカンプなきまでに叩きのめされた。 フィリップ3世は、ペドロ3世の支配を恐れて亡命してきた、ジャウメ2世の都であったペルピニアンで母子、ナルボンヌに葬られた。宿敵である、シャルル1世とフィリップ3世の死と同じ年の11月2日に、ペドロ3世も死去した。ペドロは、臨終の際、自らの征服は、自らの加盟によるもので決して教会への反逆では、ない、と宣告したことで、罪の許しを得た。 1287年6月23日にナポリ付近でアンジュ家が敗北した白爵の戦いから数年後の1291年に締結されたタラスコン条約によりペドロ3世の後継者である新国王アルフォンソ3世は公式にアラゴンを回復し教会からの波紋を外されたタラスコンの和平によりアラゴンとの戦闘は終わったものの それから1ヶ月と経たず、アルフォンソ3世が死去したことは、わずかな影響を与えた。アルフォンソ3世の弟のシチリア国王ジャコモ1世が、ハイメ2世として、アラゴンを相続したことで、二つの王国は統一された。1295年に、ハイメ2世は、アナアニ条約に調印し、それに従う形で、シチリアを教皇領に寄進して、時の教皇ボニファティウス8世はそれを、 シャルル1世の息子シャルル2世に授けた。しかし、ペドロ3世の三男で、シチリア摂政であった、フェデリーコ2世は、条約の黙認を拒絶し、シチリア人によって、彼らの国王と宣告された。かくして、アラゴンシチリアのフェデリーコ2世と、アンジュナポリのシャルル2世との間で新たなる戦闘が、起きた。しかし条約では、戦闘の際に、ハイメ2世には、 シャルル2世に助力することが義務付けられていたことから、ハイメ2世はこれに従う形で、カタルーニャから艦隊を送り込み、シチリア沿岸を襲撃して、フェデリーコ2世を悩ませた。フェデリーコは、即座に攻撃態勢をとって、1296年にカラブリアに侵攻した。いくつかの塔を包囲し、ナポリの反乱を先導して、トスカーナやロンバルディアの皇帝派と交渉し、 強行に対抗するコロンナ家を援助した。ハイメ2世は1295年に締結された条約の遂行と和平の実現に非常に熱心であった。かくしてハイメは父に仕えた有能な人物であるジョバンニとルッチェーロを支援した。1299年7月4日にハイメはルッチェーロを伴い自ら艦隊を指揮してオルランド岬の海戦においてフェデリーコを撃破した。 他方、シャルル2世の息子で、ハイメ2世の娘ビオランテと結婚したロベルト1世懸命王とターラント公、フィリッポ1世はシチリアに上陸してカターニアを占領した。フィリッポはトラーパニの包囲に移ったものの、フラコナラの戦いでフェデリーコに敗北して捕虜となった。カラブリアにおいてフェデリーコ2世は自身の継承権を高めた。 1300年6月14日にルッジェーロは、ポンサの戦いで、シチリア軍を撃破し、フェデリーコを捕虜とした。1302年に、バロア博は、強行ボニファテウス八世の命により、ローマへ赴いた後、シチリアに上陸したものの、その軍勢が、薬病によって、損害を被ったことから、和平を訴えることを余儀なくされた。 8月19日にカルタベロッタの和平が結ばれ、フェデリー・コ二世はトリナクリア国王の称号を帯びた、シチリア東全土の王として、シャルル2世はシチリア国王の称号を帯びる南イタリア全土の王として、それぞれ認められた。1303年5月に教皇が条約に批准し、フェデリー・コ二世は彼に具税を払った。また、フェデリコとシャルル2世の娘、 エレオノーラの結婚が取り行われた。ザ・レベラメント・ディ・セッチリア、A、シシリアン・トラク・トオブ。一・二百九十。イズ・アベイラブル・オンライン・イン・ツー・エディションズ、ザ・ビン・タディ、ルーィア・ピキュイン・カターニア、アナザー・シシリアン・ヒストリー、バイア・タナシム・ディ・アイシー、イズ・アベイラブル・オンライン。ありがとうございます。